後ろ攻めから矢口が上がっていきました。この矢口ラインの3番手に6番短期の森川豪が乗っています。4番の黒川重太がその後ろに切り替えて1番の神田亮車を引いていきます。今度は4番の黒川が先行体制に入ろうかという出番か。上がった9番の矢口圭一郎をジャンスギに抑えています。4番の黒川重隆、1番の神田亮は後方の7番手になっています。1本出した矢口が中段の4番手、神田は後方7番手で最終周回です。抑えてかけます。4番の黒川重隆最終周回、短期8番の成清健次郎が3番手、そして1コーナー7番手から1番の神田亮をまくり上げる。合わせてまくっていけるかどうか。9番の矢口圭一郎は中段4番手、2コーナーからして発進ですが飲み込むか。1番の神田亮まくり合戦ですが3コーナーカーブ、神田の後ろ7番の宮城がちょっと遅れてしまいました。3コーナーから2センターカーブ、どうやら4コーナーで捉え切ったか。1番の神田亮4コーナーから直線です。神田がまくり切って、その後ろはどうか。横一線のゴールになっています。乗ってください。ゴールには出ないように。ありがとう。もう行っちゃってください。あまり良くなかったけど。